ロシアがウクライナへの侵略を開始した2022年2月24日から1年4ヶ月近く、国土を占領されながらもロシア軍の攻撃耐え忍んだウクライナ軍は、2023年6月初頭から奪われた国土を奪還すべく反転攻勢作戦を展開したよね。作戦開始から4ヶ月を経た10月になっても、西側諸国の軍事専門家の多くやメディアが予想したような快進撃は見られず、ウクライナ軍の前進は遅々としているため、一部では反転攻勢は失敗したとする声も上がっていたが、進撃速度は遅いながらもウクライナ軍は東部戦線と南部戦線において着実に前進を重ねているぜ。さて今回はロシアの継戦能力低下に伴い、ウクライナ軍のクリミア攻撃が激化している件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。反転攻勢作戦の大きな目的は、2014年にロシアによって一方的に併合されたクリミア半島の奪還であるとされていて、特に南部のザポリージャ州での反転攻勢軸はアゾフ海に近い同州の交通の要衝であるメリトポリまでを奪還して、そのクリミア半島とロシア本土との平坦補給路の一つである陸の回廊を遮断することにあるんだ。このザポリージャ州の戦線ではメリトポリの北にあって、やはり鉄道路線などの交通の要衝であるトクマクの奪還が重要視されている中、ロシア軍はザポリージャ州のウクライナ軍支配地からトクマクまでの間に、塹壕や遊の波と呼ばれる対戦車用障害物と高密度に地雷が施設された広大な地雷原などによる、三重の防御線を構築していたため、ウクライナ軍は時間をかけて地雷原を越え9月中に、そのうちの第1防御線を突破して、第2防御線に到達したかあるいは突破したと報じられたよ。このことでウクライナ軍はクリミア半島奪還への足がかりが見えたと判断したのか。ここに来てクリミア半島のロシア軍の兵器庫弾薬庫や兵站補給関連施設などへの、ミサイルやドローンを用いた攻撃が激しくなっていると見られているが、これにはウクライナ軍の作戦が着実に進捗していることを示すことの他に、クリミア半島からウクライナ南部のヘルソン州への兵站施設や補給線橋梁などを破壊して、ヘルソン州への補給を断つことで同州に駐留しているロシア軍の戦力を削ることにあるとする見方が多く出ていて、ウクライナ国立戦略研究所の研究員であるミコラ・ビエリエスコフ氏は、現時点では、地上軍による反転攻勢と、各地で実施されているロシア軍兵站施設や補給線これらのプロセスは並行して進んでいる。として兵站拠点としてのクリミア半島が弱体化することで、ウクライナ軍はヘルソン州やザポリージャ州を占領しているロシア軍への対処に注力できるようになると述べたぜ。ウクライナ軍によるクリミア半島への攻撃や以前にも実施されていたが、9月13日にクリミア半島のセバストポリ港にある、オルジョニキーゼ艦船修理工場にウクライナ軍は巡航ミサイル10発を発射したとされ、そのうちの7発はロシア軍が防空システムによって撃墜されたと主張しているものの、最低でも3発が基地のドックで修理中だった黒海艦隊所属のキロ級通常動力型潜水艦、ロストフなどヌートバルト艦隊所属のロプーチャ級揚陸艦ミンスクに致命的な損傷を与えたんだって。揚陸艦ミンスクは艦上の構造物をほぼ破壊され、潜水艦ロストフなどヌーは精密構造の潜水艦において、重要な外殻に大きな損傷を与えただけでなく、その外殻に開けられた穴からは黒煙が昇るほど内部にも損傷を受けたとみられ、両艦とも行動不能に陥るどころか廃艦となる可能性が高く、ロシア海軍の被った損害はかなり大きいと言われているね。また同じ13日には、セバストポリ近海を航行していた黒海艦隊の哨戒艇に対しウクライナが、水上ドローン3隻によって攻撃を仕掛けたことも明らかになっており、これらのウクライナ軍からの攻撃について、ロシア国防省ではセバストリ港に配置されている防空部隊が巡航ミサイル7発を迎撃して撃墜し、海上においては攻撃を受けた哨戒艇が全ての水上ドローンを破壊したと主張したぜ。この攻撃でウクライナ軍が使用した巡航ミサイルは、イギリスとフランスから供与されたストームシャドウスカルプ EG と見られているな。ストームシャドウスカルプ EG はフランスとイギリスが共同開発し、
2000年以降に導入を進めている航空機から発射する空中発射型の巡航ミサイルで、ストームシャドウという呼称はイギリス側の同ミサイルの呼称であり、フランスでは、SCALPEG フランス語でサイズとミーディクロイズアイリオートノームロングーパートイエンプロイジーンラルという呼称で呼ばれているよ。ミサイルの大きさは直径 0.48 メートル全長 5.1 メートル重は 1230 キロメートルとされ、本体の断面形状は四角形で、弾頭にはタンデム HEAT 弾頭が搭載されていて戦車などの装甲や建物を貫通する破壊力があり、ターボジェットエンジンの推進力によってマッハ 0.8 の速度で飛翔して 250km 以上の射程距離を持ち、GPS などによる中間誘導によって地形などに合わせて自律的に飛行しつつ、終端誘導は本体に内蔵されている赤外線画像シーカーによって正確に目標を攻撃するんだ。ウクライナ軍ではこのストームシャドウスカルプ EG を発射するためのプラットフォームとして、ウクライナ空軍が保有しているスホイ24などの攻撃機を回収して発射できるようにしているが、ストームシャドウスカルプ EG が事前にデータをインプットしておくことで自律的に飛行することから、この回収にはさほど苦労はなかったと見られていて、供与された直後と見られる今年の5月頃には、ロシア軍関連の施設や補給路にある橋梁への攻撃などに使用していたとされているね。さらに9月14日にはウクライナ保安局 SBU 関係者からの情報として2023年9月14日、クリミア半島のエフパトリア近郊に配備されていたロシア軍の地対空防空ミサイルシステム S-400 に対して、ドローンと巡航ミサイルによる攻撃によってその防空システムを破壊したことが明らかなったぜ。SBU の発表によるとこの作戦は SBU 軍事情報部門とウクライナ海軍による合同特別作戦とされ、最初にドローンによって対空レーダーなどへ攻撃を加えて、破壊した後に、ウクライナが独自に開発した地対艦巡航ミサイルネプチューン2発を、対地ミサイルとして発射してロシア陸軍の地対空防空ミサイルシステム S-400 トライアンフを破壊したらしいな。これに対してロシア国防省は、防空システムへの被害については触れず24日にウクライナのドローン11機がクリミア半島に飛来したが、11機すべてを撃墜したと発表したほか、クリミア半島の南西にあるロシア海軍黒海艦隊司令部があるセバストポリ海軍基地に、ウクライナ軍の自爆攻撃型水上ドローンによる攻撃があり、軍港警備のために航行していた哨戒艇に突入してきた5隻すべてを撃退したとしているよ。しかし、この水上ドローンによる攻撃については、ウクライナ側は水上ドローンによってロシア海軍の哨戒艇に損傷を与えた、と発表していて、双方からの情報が錯綜しているのであるが、いずれにしてもウクライナ軍による、クリミア半島への攻撃が激しくなっていることに違いはなく、22日にはストームシャドウスカルプ EG と見られる。ミサイルによってセバストポリにあるロシア海軍黒海艦隊の司令部が攻撃を受けたんだ。ロシア国防省からは同司令部が少なくとも1発のウクライナ軍のミサイル攻撃を受け、中にいた軍人1人が行方不明になっていると発表しており、ミサイルが司令部に命中したものの損害は軽微としているが、ウクライナ特殊作戦部隊によるとロシア黒海艦隊司令部に対する攻撃において、同艦隊の司令官を含む34人の将校が死亡し、他に司令部内の105人が負傷したとした上で、司令部の建物は復旧できない状態にあるとテレグラムに投稿したぜ。さらに、特殊戦部隊は黒海艦隊のビクトル・ソコロフ司令官がこの攻撃によって死亡したと伝えているが、ロシア側ではこの情報を否定し、ソコロフ司令官は無事であるとして、同司令官が映っている動画を公開するなどしているが、その信憑性は疑問視されているな。このようにこのところのロシア軍はウクライナ軍の動きに対して常に後手に回らされており、ロシア軍の抗戦能力が低下しているのではないかと指摘する声が聞かれ始めているってわけだね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。